どうも吉田さん、ゴキブリってなんで嫌われるんですかね。なんか嫌な感じしますよね。でもゴキブリに実際の被害に遭った人っているんですかね。例えばゴキブリに刺されてすごくね腫れちゃったとか、ゴキブリにぶつかられて捻挫したとかね。なんなんですかね。やっぱこう気持ち悪いっていうのも一つの被害なんですよね、きっとね。ところがね、このゴキブリをちょっとした憧れに変容させる、そんなねセリフがあるんですよ。不思議ですよね。あれほど嫌いなゴキブリがちょっとね、あ、いいかもみたいに思えるような、そんなコピーがあるんですよね。それはですね、禁じられたマリコというねドラマが昔ありました。私が中学の頃ですけども、そこで主演されている女性の方がですね、岡田由紀子ちゃんっていうね、当時絶頂期のアイドルで、まあ、その後お亡くなりになってしまうんですけどもね、その岡田由紀子ちゃんの主人公のライバルと言いますかね、ちょっと複雑な関係で、刑事役の人がいるんですよ。これは峯岸徹さんがやられてるんですけども、その刑事役の峯岸徹さんが、そのマリコさんのね、岡田由紀子ちゃんのそばで死に際に言うセリフがあるんですよ。死に際にどんなことを言うかっていうと、3つのね、ナメクジとカエルとゴキブリだったかな、その3つのうちに生まれ変わるとしたら何になりたいって聞くんですよ。でその時に岡田由紀子ちゃんが答えないうちに、俺はゴキブリになりたいなって答えるんですよ。まあその刑事役の人はですね、峯岸徹さんは黒木刑事って役なんですけども、結構刑事の中でも異端でですね、ちょっとこう悪いことをする刑事だったんですけども、最後の方でちょっとね気持ちを改めていい人になるんですよね。そのいい人になった別れ際に言うんですよ。ちょっとシチュエーションが分かりにくくてすいませんけども、とにかくね、その黒木刑事が最後に言うんですよ。俺はゴキブリになりたいと。ゴキブリは人に嫌われるんだけども、でも空を飛べるからなって言うんですよね。でそれで息を引き取るんですよね。なんか私結構かっこいい表現するなと思ったんですよ。嫌われ者の黒木刑事が死に際に人に嫌われながら死んでいく中でですね、最後に心を許したその主人公の岡田由紀子ちゃん、マリコさんに対してね、そういうふうな本音を打ち上げるんですよ。生まれ変わったら同じ嫌われ者でも空を飛びたいとね。ここで死んでいく俺は結局飛べなかったと、何もなすことがなかった、次の人生やだら飛びたいってしたいなっていうふうに思うわけなんですよ。まあそれを見てね、やっぱ表現方法一つだなって思うのと、やっぱあとどんなね悪党にも、ちょっと花があるなっていう気がしたんですよね。なんかね、それまでずっと悪いことばっかりしてたのに、最後にその一言で全部が許せちゃうみたいなね、なんかそんなことを思い出しましたね。いってらっしゃい。